こんにちは。今日はですね、遠出をしましてこんなとこに来てます。大宮駅西口です。向かいがですね、アルシェになりますね。今日は大宮でちょっとランチをしに来ました。それではですね、ちょっと行ってみたいと思います。大宮でですね、昔よく来たスパゲッティ屋さんに来てます。西口のですね、スパゲッティ屋さん、スパゲッティパンチです。昔ながらのですね、スパゲッティです。はい、それではですね、入ってみたいと思います。それではですね、入ってみましょう。今日ですね、食券制になっております。食べたかったですね、オムダコをですね、食べたいと思います。オムダコどうしようかな、400いっちゃおうかな。オムダコ400います。これがお正月の特典で当たったんですね。こちらどうぞ、はい、なんか、あ、すいません、撮影しても嬉しいですか。じゃあテーブル席にしますか。じゃあすいません、トランプの席で。じゃあすいません、撮影 OK ということでテーブル席にさせてもらいました。店の雰囲気はですね、こんな感じですね。一応ソーシャルディスタンスということで、仕切られてます。だいたいテーブル席が1、2、3、4、5、あとカウンターがですね、1、2、3、4、5、6人ぐらい座れる場所ですね。ナポリタン、ミートソースがですね、すごくがっつりあってですね、有名なんですよ。これがですね、粉チーズになりますね。これをたっぷりかけて食べるのが美味しいです。毎月ですね、8のつく日はですね、パンチョの日ということで、トッピング無料券がですね、プレゼントされます。8のつく日はですね、お得です。8日18日28日というところになります。という感じですね、店の中は。いやー、懐かしいですね。ドリップです。お待たせしました。すいません、400g ベーコンです。来
ました。いやー、来ましたよ。着ナポですね。いつもはですね、500グラムも頼むんですが、やっぱりそろそろ年で食べられなくなってきたんで、今日は400にしました。ただですね、ベーコンのですね、とリンゴをしてます。いやー、美味しそうですね。そうですね。店の雰囲気はですね、こんな感じになってますね。
どうもごちそうさまでした。どうでも。ありがとうございました。いやー美味しかったな。いやー久々に館長のですね女子食べましたが、いやーうまかったな。これが食べたかったんだよな、ずっと。また大宮来た時はですねぜひ乗りたいと思います。ちょうどですね、このある種の村になります。泊まる水産の村になります。ぜひ皆さん来てみてください。ごちそうさまでした。